everyday moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。6月21日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサーズスタジオから旧名古屋お送りいたします。まだ王子ね、先週のね滑りナイトのね余韻が残ってましてね、今日もねちょっとだけ爆発しちゃうかもしれないですね。滑り王子マスクマンでございます。はい、先週放送終了後にまたちょっと一人反省会じゃないですけども聞き直したんですけれども、まあなんだかひどいなと思った味噌煮込みスキーと、自分もですね振り返りで聞いたんですけども、まあちょうど寝る前に聞いたんですけど寝てしまいました。おまけ放送もちょっとあれだったってこと、ちょっとパワーアップしてたってこと。まあいろいろツッコミどころ満載でしたね、はい、ダサズでございます。はい、はい、そんな3人がお届けします今週のテーマは手作り。今週のテーマは手作りハンドメイドです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、マイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリ、またはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。今週はまたまたメールがたくさんありますので、どんどん紹介していきたいと思います。この番組は、高級木材のご用命は、名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、自動車整備士を絶賛募集中名古屋トリプルエイト、陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海共和、アートワークウェブサイト FMJG、 ウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村、キャンパスレコードで絶賛発売中福田康之フリージャの花、芋掘りイベントは八重瀬町グッシャン芋生産組合、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナ名古屋。はい、メールご紹介したいと思います。はい、お願いします。沖縄大好きさんからですけどね、ありがとうございます。ありがとうございます。面白いですね。キウナ名古屋の皆さんこんばんは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー沖縄大好きです。ありがとうございます。ありがとうございます。メッセージテーマデラックス。デラックスってあったかな。デラックスってあったのかな、ね、ではなくテーマリラックス。すごいな。なかなかいいじゃないですか。王子デラックスで考えちゃったよ。私なんか言い間違えたのかなと思っちゃった。いやいや、ね、また滑ったからと。いや面白くね、うん、そうそう、メールいただきました、はい。休憩時間に車の中でシートを倒して FM ギノワンからプレゼントでいただいた枕を愛用して寝ているときとベッドで寝ているときはリラックスしています。スヤピー。スヤピー、ああスヤピーって寝てるってことね。ああでもね、自分の好きなそういうグッズでね、寝ると寝やすいっていうかね、心地よく寝れますよね。なんか FM ギノワンでいただいたって言ってませんでした。うん、 FM ギノワンから。あすごい、なんかプレゼントあったんですね。そうですね。どこの番組だろう。はい、ちょっとそこまで書いてないですけども。はい、ありがとうございます。ツイキャスでもね沖縄大好きさんがグワってなってますけど。文字がすごい。はい、では行きますね。はい、はい、お王子さん、ダンサーズさん、味噌煮込みさん、こんばんは。こんばんは。岐阜の8人のバーバーと申します。ありがとうございます。これ10回いただいてます。今朝の気温16度、天気が悪いせいか、
寒くて衣装替えした衣装ケースからカーディガンを出してきましたよ。今週の土曜日に、あ、先週なんですけどね、うん、沖縄に帰省します。帰省といっても一泊です。名護に一泊して居酒屋島縄さんで女子会かな、何人か集まってワイワイガヤガヤすることになりました。コロナ禍でなかなか帰省できていないので、この日は感染対策をしっかりしながら楽しんでいきたいと思います。いつかダンサーズさんたちにもお会いしたいですということです。そうなんですよね。あ、じゃあもう楽しん、この前楽しまれたんですね。ですね。いいですね。行きたいですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、続いてですね。はいはい、こちらはですね、あんこの翼、あんつばです。ありがとうございます。あんつばさん最近いろいろなパターンしますよね。はい、あんつばさんの場合、このテーマをフリーの時ですね。あの王子に対するメッセージをくださいって言ってるのに全然違うあの、うん、メールをいただいてるっていうね。うん、はい、王子みささん、ダンサーズさん、こんにちは。こんにちは。最近買おうか悩んでた1万円と6万円の電動剪定バサミがあり、そろそろ買わないとなと思っていたんです。1万円のは本体に直接バッテリーをつけるので 1.5kg ぐらいになり重たいので、6万円のを買おうとしたら今日バッテリーアダプターを見つけてしまい、1万円の電動剪定バサミとバッテリーアダプターを即買いしてしまいました。王子みそさん、ダンサーさん、最近悩んで買ったものは何ですかということでございます。あの今ね写真とかもあるんですけども、うん、ちょっとこう見づらいかもしれないですけども、なんか、はい、結構ね高級そうなねこう剪定バサミをね、お、うん、あのお買いになったっていうね、なかなか、うん、もう私あの電動ではなく手動でしかやったことがありませんけども、あれ王子のところはなんかなかった、そういうの、あの何ていうの、大工さんが使うようなそういった、はい、あのものはさらに本格的なやつですはありますけども、うん、あのまあ使ったことございませんけどねあれ王子はやらないんだ、いや、やらないですね、そうなんです、やっぱり羊の方がやって、ね、羊がやるんですね、そうなんです、はい、自らはやらないんですね、はい、はい、ありがとうございます。ひふみさんがツイキャスでね、はい、あのさっきのどこの番組の商品だろうって言ったら、ひふみさんがうちではありませんってないないってあ、で沖縄の人が去年24時間ラジオのクリスマスプレゼント交換の景品になって、プレゼント交換なんだ、あ、ね、面白いですね、良、うん、かったですね、うん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。では行きますね、フルムン新一さんからです、ありがとうございます、ありがとうございます。テーマリラックス、ここ 2,3 年は遠ざかっていますが、僕にとってはバーでモルトウイスキーを飲むのがリラックスタイムです。最近徒歩10分の嘉手納町にウイスキーバーがあるのを発見したので近々行きたいと思っている今日このものですということです。かっこいいウイスキーバーだよ王子、うん、ウイスキーバー、あの、ね、あの王子の場合はウイスキーお店違うよね、あのちょっとあのお酒飲むお店違うよね、はい、あお酒は飲むところなんですけど、飲む店がちょっとジャンルが違う、ね、ジャンルが違うジャンル違いだね、正解ですね、やっぱり、ね、飲まないでしょ、おじさんは、あのね、昔ね、飲んでた頃あるんですけども、はい、なんか過去形になってる、飲んでたになってる、うん、飲んでたんですね、うん、ただそれはですね、あの、はい、なんかバーボンとかスコッチとかいろいろね、はい、あってあの若い頃ですよ、うん、なんかそれを飲んでるとちょっとあのかっこいいのかなと思って飲んでた時はありますよね、うん、で、どうだったんですか。いや別にあの普通でしたね、あの何っていうことなく普通のこうバーとかでも飲んだことありますけども、うん、あの別に雰囲気がね、まあ、よろしいところで、ただ私一人で飲んでたっていうね、うん、あのヒゲチョビン のマスターと一緒に飲んでたっていう、うん、周り誰もいないんじゃ、いないんですね、あれ、味わって飲んでました、ですね、うん、あの味は分かりません味、うん、なんかアルコール飲んでるなっていう感じくらいで、そうなの、ウイスキーっていろいろ味わいあるんだよ、うん、だけどね、あんまりそういう、飲むときにね、そんなにこうおしゃれに飲んでないんですよね、味わってとかね、うん、もうあただこうね、お酒飲んでるなっていう、うん、まあ、その周りの雰囲気のが好きっていうのがありますけどね、はい、だからあんまりあれなのかな、お酒飲みっていうわけじゃないんだろうね、多分ねなんでしょそれそういうことか、うんうん、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。では、はい、メールお願いします。ですね、はい、ほら
これはまたまた、うん、俺、アンツバさんって2つ、2通来てたんですかね。安心の翼、アンツバ。同じメールじゃなくて同じ内容じゃないんですよね。あ、違うんだ。あ、ごめんなさい。これね、うん、もう一つ前のリラックスでした。先に読んでね、あげておけばよかったんですけども。はい。はい。こちら、テーマのね、リラックスですね。はい。先々週の分でございます。はい。たまに沖縄本島に遊びに行きますが、あんまりリラックスできないんですね。たまには沖縄本島に、あ、ごめんなさい。たまに沖縄本島に遊びに行きますが、あまりリラックスはできないんですね。昔愛知県で働いているとき、仕事最後の日に、今日で仕事は終わりだと気を抜いてリラックスして、お腹がやばいことになり、15分おきにトイレに行くはめになり、地元に帰るまでリラックスできない体になってしまいました。王子は、旅行先と自宅、どっちがリラックスできますか？ということでございます。どちらかといえば旅行先の方ですね。まあ、自宅はこうリラックスというそういうあの場があまりないですので、外にね、あの前もこんなお話したと思うんですけども、外に出た時がリラックスできる時ですから、これまたなおかつね、まあ、よくね、王子お話しますけども、美熟女とかね、そういう方が横にいらっしゃると、ね、もっとリラックスできるっていうね。緊張しないんだ、逆にリラックスするんだ。はい。うん、そういうところでこうね、うん、おもてなしをされて、うん、お金をどっさり取られるっていう、ね、なんかそんなパターン。なんかリラックスできるようなできないようなね。まあまあね、そうですね、その時はリラックスできるんですけど。なんかシュプリームさんがね、ラジオが一番リラックスしてませんって。いいですね。まあ、なるほどね。まあね、言いたいこと言いますからね。確かにそうでしょうね。そうかもしれない。はい、ありがとうございます。あ、そうそう、新一さんからですね、滑りナイトの時にですね、はい、応援メッセージをもらってました。はい、王子、滑りナイトということで、王子、いつもの Going My Way トークを期待します。今日のお相手のヤスさんも応援してますということでしたけど、ありがとうございます。Going My Way トークでしたね。強引でしたね。いろいろね、こうちょっとね、説明する部分がね、ちょっと長すぎちゃったかなと思うんですけども。そう、はい、ちょっとね、ヤスさんが伝わらなくて、ポッカーンってするんですよ。でもびっくりした。本当に、いろんなことが、ちょっと伝わらないね、はい、ね、やっぱり、歌の話の時とか、うんうん、だってあれ結構分かりづらいでしょう、ね、でもすごい有名な歌ですよ、ねね、まあ有名な歌は分かります、ね、世代っていう、ああそういうこと、ヤスさんはやはりお若いですからね、そういうことね、そうだよ、だからこれですよ、王子滑ってます、ああそうか、わすごいなんか今言われましたね、いいですね、はい、これ先週のヤスさんの、はい、ね、なんか今また言われちゃってるような感じで、そうだったの、なかなかいい感じ、王子滑ってます、そうなの、天の声みたいな、はい、滑ってます、それは聞き間違いです ね、 ねはい、ありがとうございます、あ、ナティナチコさんがお疲れ様です、ということでツイキャス、はい、ありがとうございます。いっくんパンナちゃんがお久しぶりですということで、はい、うん、とってもご無沙汰しているような気がします。ご無沙汰です。はい、あら、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ、シュプリームさんからですね、はい、紹介します。ダンサンさん、ミソさん、摩擦抵抗ゼロ、エクセレント滑り王子、こんばんは、シュプリームです。こんばんは。リラックス、趣味に没頭しているときって、一般的にはリラックス時間だと思うんですが、趣味のスノボもカメラも仕事以上に熱が入ってしまい、結局疲れて仕事にならないこともしばしば。先日は3泊4日で富士山を撮りに行きましたが、寝食ばかりかトイレの時間まで惜しみ、すごい、撮影スポットを移動しまなく、移動しまくり 3,4 時間もトイレを我慢するほどリラックスしたり、景色を楽しむ余裕なんてナッシングでした。でも3日目に訪れた南アルプス市の中野の棚田では、期待していなかった富士山が雲の切れ間から頭を出し、カエルの鳴き声と風の音しかない絶景の中で
普段は飲まないコーヒーを飲みながら最高のリラックスタイムを満喫しました。本当はカメラもスマホも持たず時間を忘れて絶景の中リラックスしたいですよねということです。はい、あれ今、ね、何時間あのおトイレ我慢したってなってます？3、4時間、うん、我慢できる、うん、あやっぱりそういう時はあれシュープリームさんあれ、うん、大人用の紙をおむつとかしてるのかないやそれはそういうことはないでしょ。いやだってね3、4時間は大変ですよ。もう我慢しきれないもん王子の場合だったらどうするのどうするの。いやどっかでねあの用を出さないとかなと思いますけど写真もねあるんですよ。見えるかな。あちょっと光っちゃうね。うん、綺麗なあれですね。うん、ね、うんうん、でもねこのね写真もねサルコンだからねザ日本の風景ですよね、うん、あの今のそのトイレの話がずっとこう気になってしょうがないのね、うんうん、どうしたら我慢できるんだろうと思って。おだまり。あ普段は飲まないコーヒーの飲んでるコーヒーのがスターバックスですね、うん、あいいですね。カメラと一緒にこの景色の写真もあるんですけど、はい、ということではい、はい、ということで、はい、CM でーす。キユナ名古屋。建設内装材のことなら名古屋の中川名木奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん今すぐ052-653-0071 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。私ども東海共和の国内物流部は名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとしてお問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターAnd Object の実験的ミュージアム。ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。名古屋にある電脳職人村はインターネット一筋22年。サイト制作、システム開発などニーズに合わせて提供します。最高の品質、最高のノウハウ、最高の感動をお客様に。お問い合わせは電話 052-232-8333 または電脳職人村で検索。ただ一つ叶うならお母さんに会いたい、その思いが僕の心を動かし歌にしました。福田康之、プリージアの花、キャンパスレコードにて絶賛発売中。ねえねえ、学校のイベントは決まったの？まだなら八重瀬町の畑で芋掘り体験はどう？1人500円で約2キロの芋を持って帰るって。予約は 098-998-4010。 ぐしちゃいも生産組合、あさとに電話したらいいさ。はい、はい、メールを引き続き紹介します。はい、はい、お願いいたします。はい、品場もろともさんです。ありがとうございます。ありがとうございま す。お三方さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。王子、先日の滑りナイトお疲れ様でした。ありがとうございます。なんとか滑らせまいとするダンサーズさん、みそさんの奮闘、なぜか滑るまいとする
王子さんの謎の奮闘が輝いていましたよ。だからもともと滑ってないですよ。だから滑るお話ではないですから、ね、先週もね、すごいきっちりかっちりしたねお話ができてね、とってもねエクセレントでしたね。王子滑ってますてますもうどこが。さてテーマ手作りですが、恥ずかしながら二十数年前に手作りアクセサリーが流行った時があったんです。シルバー細工とか、大学生だった自分も当時付き合っていた彼女に手作りのものをプレゼントしようと一度だけ挑戦したことがありました。そう、シルバー細工ってなんか流行った時期ありましたよね、うんうん、ね、結構男の人が好きだったですね。そうですね、シルバーはね、うん、それはビーズの刺繍、何百もの形の揃ったビーズを釣り糸で縫って縫って縫いまくって立体的なアクセサリーを作るというものでした。赤いスワロフスキーというビーズの手芸店で買い、あー、スワロフスキーね、すごい綺麗なんですよね、うんうん、輝きが。これちょっと高価な材じゃないですか。そう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 、ね、うん、なんかガラスですよね、うんうんうん、説明書を何度も何度も読み返して作りました。でも所詮ビーズはビーズ、立体ハートを作って彼女に渡したのですが、ジュエリー的な何かを期待してた彼女の反応がいまいちだったので、そんなわけないやん、これは遊びで作ったおもちゃやでと強がって返してもらって、ブチブチに解体してゴミ箱にしてたのはもう四半世紀も前のことです。あー、切ない。一生懸命作ったのに。でもあれじゃないですか、その彼女の方は。でもそれでもなんか嬉しいような気がするんですよ。違う、きっと彼女はもっと、うん、なんかそういう、うん、なんて言うんだろう、手作りじゃなくてジュエリーだと思って期待したから、うん、彼女はの反応そんなにだったんだよね、きっと。あ、そういうことですか。で、多分諸友さんはそれの反応がちょっと切なくなって、いや、おもちゃだよこれはって言ったんだけど、はい、辛かったっていうことですね。あ、そういうことですね。そうしたらもっとその何十倍のものをまたプレゼントしたのかな、その後に、ね、どうしたんでしょう ね。その後のことは書いてないんですけど、うん、もう四半世紀前のことです。以来何一つ手作りのものをプレゼントするのは諦めましたということです、うん、なかなかね、そうやってね、手作りもね、うん、やっぱり人それぞれの感性が、ね、うん、ありますもんね。その、うん、きっちりきちっとできてなくても、その愛情こもってるっていうふうに思われる方と、うんうん、あれっていうふうにね、うん、まあ、いろいろこの人それぞれのね、うん、まあ、反応がある。なんかチョコレートも、うん、チョコレートもすごい一生懸命手作りしたんですけど、今思えば材料費とか手間とかいろいろ考えたら買った方がいいんですよね。市販品のが安いですね。うんうん、まあそうですね。確かに。だからまあそこの、うん、すごいなんかもう、それこそラッピングに至るまですごい凝って渡したんですけど、なんか買った市販品のがいいな、やっぱりみたいなことを聞いたときちょっとショックだったな。うん、だからなかなかね、そこら辺のね、うん、その、なんちゅうのかな、捉え方ですよね。うんね、うん、もう見栄え悪くてもね、この人が作ってくれたからっていうふうに、この、まあ、うん、愛情を感じるっていうかな。うん。うん、と、まあ、そうじゃなくて、ね、ちょっとこれは何って思うとね、うん、うん、またいろんな意味で、幻滅するところができちゃうのかな。うん。うん、だから、なかなかその、捉え方ってのは難しいですね。うん、ね、はい、はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね、はい、あら、また来ちゃいましたよ。はい。はい、対名古屋チームの皆さん、こんばんは。はい。ホークスが弱くなって、食欲が湧かないアレックスです。あら、あら、まあ、小さい頃は、無理やり親父の巨人戦を見て育った、パリーグ大好きアレックスが、大好きなホークスの選手に、言われたいセリフを、王子言ってくださいね。言うよ。あ、これは、エコーかな。それはいりますね。はい、まず、はい、新戦力の藤井投手に言われたい胸キュンセリフいきますよ。俺のフォークで君のハートも落としてみせるぜ。素晴らしいフォークを投げるんだよねそしたらね、ハートも、ね、落とせるぐらいということで、素晴らしい落差のある、ね、フォークボールを投げるということですね。素晴らしい、素晴らしい。はい、じゃあ次ですね、はい、元気、まだ、はい、ありますよ。ありますよ。はい、元気100倍、栗原選手。いきますね。はい。君に会えない日は、自分が何をしてるのか、わからないくらい、死んでる。蘇生してあげてください。
あらまあ、これもうかなり情熱的でございませんか、これ。最後にまだね、ありますよ。はい。はい。爽やか。柳町選手。僕以外、見ないで。あらまあ。ちょっとこれ、ちょっと今、全部王子の声なのか、なんかモヤモヤするんだけど。最後、ちょっとこのエロティックな感じになりましたね。こんな感じで、アレックさん、どうでしょう。なかなか良かったと思うよ。うん、自分なりに。なんだそれ。ちょっと自己満足だよね、ただのね。自己満足はい、では行きますね。ありがとうございます。はい。トニモン団長さんからです。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。先週末に子宮筋腫と子宮内膜症で2週間自宅で投薬治療中です。ああ、大変。うん、大変ですね。でも、あれなんですね、手術とかじゃなくて投薬なんですね。我が家では家族の誕生日には必ずケーキを作ります。洋菓子店で頼むと高くなるので、近くのスーパーでスポンジケーキやクリーム、フルーツ缶を買って作ります。今月、主人と長女が誕生日に作りましたということで写真が出るんですけどね。美味しそう。うん。あ、すごい。飾り付けも。これいいじゃないですか。とても、うん。いちごも美味しそうだし、クリームもなんか綺麗ですね。うん。この王子ね、大体まあ、ケーキをいただくときはね、このいちごのショートケーキですか。はい。ぐらいしかあんまり食べ、でもあれですよ、うん、ちゃんとホールのケーキでまあ、ですね。うん。が一番ね食べることが多く、あんまり他の種類のものはね、うん、あんまりこうなんていうのかな、食べたいなっていうあれがないんですよね。うん、だ基本的にはそのね甘いものはあまりこう控えてるとか食べないんです。甘いのね、ケーキも食べないんだよね、あんまり。食べないですね。あら、別にそれに香辛料振るわけにはいきませんので。ね、でも大事にしてくださいね。うん、そうですね。はい、ちょっとお腹のね、あれはおつらいことがあると思いますけど。ね、まあ、いろいろね、やはり、ね、うん。そうですね。そうですね。はい。そうなんです。はい。という、はい、エンディングですね。はい。エンディング？エンディングですね。エンディングですよ。はい。はい、来週のテーマは長い。来週のテーマは長いです。話が長い、髪の毛が長いなど長いエピソードをお聞かせください。この番組は芋掘りイベントは八重瀬町ぐっちゃん芋生産組合、キャンパスレコードで絶賛発売中、福田康幸フリージアの花、ウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村、アートワークウェブサイト FMJG、 陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋トリプル A と、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、高級木材のご用命は名古屋中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もありがとうございます。ありがとうございます。刺激のめいちゃんさんが、うん、滑りないと録音してから再度聞きましたが、はい、次は冬でお願いしますということです。あ、そうですね、半年サイクルですね。もっと早いペースでやるよ。なんとさんもコメントありがとうございます。ありがとうございます、はいはい、おー、中川名簿って言ってる。おー、宣伝されてますね。はい、ということで、はい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 、閉店ガラガラ。